日本茨城県土浦市、真部真部は、茨城県土浦市の町名。現行行政町名は、真部1丁目から真部6丁目まで設定されており、住居表示実施済み地域、土浦市市街地北方の二中地区に属する。土浦市の中心部、新川より北に位置する商業地であり、教育施設も多く存在する。大ね南から真部1丁目、2丁目。 三丁目、四丁目、五丁目、六丁目が設定されている。1940年までは、新張郡、真部町に所属していたエリアにあたり、住居表示により1975年に成立した町名の一つにあたる。地域の西側に国道125号及び国道354号が並走する形で南北に縦断し、その東側に、 学べの旧市街地が広がる。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。学べ町役場として利用された土浦市役所学べ支所、旧庁舎江戸時代には土浦半領であった。2014年現在で虫がかり、火かな。 都の里に囲まれた新川北岸部分が大技、真鍋として残存しているが、行政区場はこの区域は田中町に含まれており、実質的に廃止されている。最寄りの鉄道駅は常磐線土浦駅。かつては筑波鉄道筑波線が通過し、1959年から路線廃止の1987年までは、真鍋一丁目に新土浦駅が設置されていた。 中川ヒューム館工業本社茨城県立土浦大、一高等学校筑波国際大学。ありがとうございます。